ちは、今日はね学校に行く途中の、素敵なモニュメントをご紹介したいと思います。こちらに見えるのはですね、ニューカスルユナイテッドの本拠地、セントジェームスパークでございます。今はねちょっと工事中であまり景観も良くないんですが、まあ結構これが街で中心的な商業施設でございます。で今は、セントジェームスパークを通り過ぎまして、学校に向かいたいと思います。いつもはね、友達とかも行くんですが、今日は撮影を拒否られました。一人で向かっております。こちらが、今映しているのが、駅でございます。これがね、なんか天使ですね。実はね、さっきから歩いてて大学に着かないななんて、大学どこだよなんて思っている方いらっしゃると思いますが、実はもうこれ大学の敷地内というか、大学もう左を見れば大学なんですね。ちょっと見てみましょう。大学の隣接、大学に隣接している本屋でございます。こちらがね、一応大学の正門でございます。もう今大学にいますよ。これがね、正門というところでしょうか。結構広い大学で左右に、広がっております。すぐにこうベッドがあるですね。でこう入ると、おっと机があるわけです。こんにちは。おいしい、おいしい、メロボ。My name is Charlie James. We're going to kick off tonight. How many acts have we got now? The guy organising it doesn't know. Fantastic. There are some talented people out there. Tell her to Gail if she calls.
匂いいですね。はい。肉の、出汁で玉ねぎをこうね、やってまーす。こちらですね、トマト缶、これを入れます。そうそう、これでね、祖母がね作ってるんですよ、梅干しを。で、こちらこの前、ハイユーという、スーパー、中国人の経営しているスーパーでオクラが売ってたので、日本から送られてきた鰹節をまぶして、ちょっと召し上がりたいと思います。これですね、ちょっと鰹節多いんじゃないって思う方いらっしゃるかもしれませんが、鰹節好きなので。あとこちらも、ハイユーというスーパーマーケットで売ってました。いや、こういうかき混ぜるという作業もなかなか久しぶりで。お元気ですか皆さん、お変わりはないでしょうか。私、まぶたさんは、元気ですよ、元気ですよ。それはもう毎日あれですよ、研究ですよ、研究ですよ。ちょっとまずはやっぱり日本人として先に米を。うんま、めっちゃうめ。ちょっと梅干しを召し上がり。めっちゃうまっ。あ、そうだ、じゃじゃん、伊藤園の緑茶ですね。ちょっと今日は別に日本が恋しいわけでは、まあ恋しいけど友達とか、それこそガイドブランドの皆さんを今週みたいですね。でもなんか噂によるとダッサイが売ってるスーパーがあるということなので、今度